東京五輪の閉会式では、東京の昼下がりの公を表現したパフォーマンスが披露された。5、ショーに出演した、剣玉師、伊藤祐介さん。2021年8月10日、自身のブログで、閉会式の反響を明らかった。伊藤さんは、剣玉賞やワークショー、講演会などで活躍するプロの、剣玉師だ。 い。3のブログによれば、新型コロナウイルス、染め症拡大の影響で2020年、収入源であったイベント、出演の依頼はほとんどなくなってしまった。うち4箇所で、約20年続けてきた、けん玉教室も、すべ、閉じることになった。仕事がほとんどなくなってしまったという伊藤さんは2020年5月、ウーバー、つの配達員を始める。当時のブログでは、の決意を綴っていた。 体重は減少。配達によ、疲労や筋肉痛を抱えながらも、剣玉の修練、続けていたのだという。そんな伊藤さんに大、大が訪れた。東京五輪の閉会式だ。スカバンド、東京スカパラダイスオーケストラの演奏を、区に、リフティングや、縄跳び、スケートボー、などのパフォーマンスが披露された。この演の一つに、伊藤さんによる剣玉のパフォー、ミスもあった。